えと事前のタイトルとちょっと違うんですけれども、まあ、Kubernetes で機械学習基盤を構築した話をしたいと思います。でまず自己紹介なんですけれども、私はあの富士通研究所の人工知能研究所というところで、まあ、機械学習を支える基盤の研究をしていまして、まあ、今は社内向けに機械学習基盤を Kubernetes 上に構築して、大体2年近く運用してきています。で今日お話しするのは、その基盤についてなんですけれども、まあ、やったことっていうものが、えっと、 データサイエンティストにとって学習コストが高いクーバーネイティスを隠蔽して、まあ、かつ学習推論環境を再現可能な機械学習基盤を構築したというものになります。で今回あの、運用については話ししないんですけれども、まあ、その辺の知見というのは昨年のクーバーネイサーアドベントカレンダーでまとめていますので、よかったらご覧ください。でえっと、まず、すぐに本題入りたいんですけれども、えっと、その前に、まあ、一般的なクーバーネイティスを使った機械学習基盤というところを なんですけれども首、まあまあ、フローなんかで結構簡単に構築できますっていうふうな仕組みが整ってはいるものの、まあ、細かいところを見ていくとそれぞれ組織によって最適な形っていうのがあると思うんですがだいたい一般的なところになると分散ファイルシステムがあって、えー、そこを使えるクーバネヌイテスがあってでデータサイエンティストがクーバーヌイテ上にコンテナを立てて学習推論を回しつつコンテナのメトリクスをプロメテウスが収集して、えー、グラファナといった可視化ツールでまあモニタリングしていくっていう流れがあると思うんですけれどもこういった仕組みを使う場合に 結構大きな課題がありまして、まあ、1つがデータサイエンティストにとってクーバーネイティスの学習コストが高すぎるというものですね。でもう1つが、まあ、これクーバーネイテスじゃなくて機械学習の基盤についての課題なんですが、まあ、以前使った学習や推論環境を再現する方法をどうしたらいいかっていうところになります。 1で一つ目の、まあえっと、学習コストが高いっていうところは、Kubernetes 使ったことある方だともうよくご存じだと思うんですけれども、まあ、ジョでデプロイメントの使い方の使い分けどうするかとか、まあ、サービスイングレスの設定方法を調べたりだとか、まあ、あとはパーシステートボリュームを毎回作ったり消したりとかしなきゃいけないのかとか、まあ、いうことを、ですねでこんなものをデータセンティストの人に一時やって覚えてもらうっていうのはあんまり現実的ではないです。 もう1つの方が、えっと、再現が必要というところなんですけれども、例えば一度使っ作ったモデルの精度が、まあ、ずっと維持されるわけではないので、まあ、いつか精度が下がってきます。でなんで今、データの精度が下がったかということを調べるためには、まあ、以前利用した学習データと、まあ、その結果、えっと、そのモデルを作るときに使ったコードとか、諸々のセットというのをもう一度環境を再現して調べる必要があります。でこういったものを解決する、えー、基盤というのを構築しまして、 やったことの一つがまず Kubernetes の仕組みをまあ隠蔽してやろうということで独自の Web API サーバー作りました。でうちの環境ですとまあ研究者がいいアルゴリズムを考えてで実際のデータセットを使ってまあ検証してみてでよかったら POC を適用してっ,てって流れになるんですけれどもまあそういう用途では Kubernetes の機能 取選択していくと結構シンプルになっていくのでその辺 API 整理して WebAPI 作りました最終的にはほとんど Docker コマンド叩く場合と差がないぐらいのパラメーターに落ち着いていますなので非常に学習コストが低いですでこの API サーバーはですねリクエストを受け付けると内部でマニフェストを生成して Python の Kubernetes クライアント経由で Kubernetes 上にコンテナを作ります Kubernetes の前段にこの API サーバーがいるので結構2年間の運用で バージョンアップグレードをかけていて、Kubernetes の API の仕様そのものも変わっていったりするんですけれども、その辺をこれが吸収してくれるので、利用者が Kubernetes のバージョンアップグレードを理由に、まあ、いちいちパラメータを変えたりということはせずに済んでいます。でもう1個の仕組みが、任、ま、意、あの学習推論環境を再現するというところでして、えっと、こちらはですね、どういう読解ミ k 使って、まあ、どんな環境変数を与えて、 どのデータをどこにマウントするかといった、まあ、いわゆる Docker Compose に近いものっていうものを基盤そのものに登録する API を先ほどの WebAPI サーバーに持たせています。で、結果としてまあ登録したい構成を環境名やバージョンなんかで、えー、再利用できる形になっていてしかもこれを登録者以外の人も自由に使えるので、まあ、データをマウントした実行環境の配布が楽になって検証や POC が非常に簡単に回すようになりました。で これがまあ今運用中の基盤なんですけれども、まああの先ほどの Web API サーバーが前段にあって、でグーバ r n そのものはオンプレミスで、今、バージョン1 3 2でメモリ結構潤沢にあります。で GPU も V100 と B100 それぞれ用意してあって、ですねえっとリソースが足りなくなったら、まあよそからサーバー借りてノードとして足したりとか、まあ余ってあのいらなくなってきたら、そのノード剥がして返したりっていうことをしています。 結構ノードの追加と削除が多いので、まあ、CI でその辺自動化できるようにしてあります。でまとめなんですけれども、まあ、Kubernetes であることを意識しなくても、えー、使える機械学習基盤というものを作りましたと。で今、たいパースとして基盤育ちつつあって、まあ、172以上は利用しているんですけれども、まあ、ほとんどの人は中で Kubernetes を使っていることは意識せずに済んでいます、はい。以上です。ありがとうございました。